皆さんどうもこんにちは。今回もピクミン4の続きからやっていきます。前回は無事にオッチンの尻尾の治療が完了。一応ミッションはクリアしたが、全ての葉っぱ人の治療をするために夜勤へって流れだったよな。それにオリマーが話したいことがあるらしいわね。いろいろ気になることがあるので、今回も頑張って労働していきます。職場が変わると難易度も段違いね。そうだね、ここはベテラン労働者向けだよ。報酬は別に変わらないんだけどな。もしかして私、騙されてる？早く薬を増産できるようにしろ。光ピクミン対応、原生生物を一掃だ。あ、終わったな。優秀な社員がいると仕事があっという間に終わるわね。あ、すべての原生生物を倒したみたい。最近全部倒して終わることが多いな。少しでも早く終わらせて帰りたいわ。無事に治療が完了して元に戻りました。ディナーの達人の初代チャンピオンがなぜ？夜勤をしまくってひたすら葉っぱ人の治療をしていきました。そしてついに全ての葉っぱ人の治療が終わったわ。意外と葉っぱ人って人数いたんだな。結構な回数夜勤に行ったよね。よくやったみんな。この医療必ず夜行性に語り継がれるだろう。そういうことならやってよかった。ちょろいな。労働が落ち着いたからオリマーの話を聞こう。君たちにも少し時間ができたようだね。ゆっくり話でもどうかな。お願いします。あの巨大な犬とオッチンやモスに遺伝的な共通点があるということは、何らかの理由でオッチンの祖先となる犬がこの星から出ていったと考えられるんだ。過去に宇宙へ飛び出せるほどの文明を持った知的生命体がいたのかもしれないね。確かにそうだろうな。宇宙犬ってどれくらいいるんだろうね。実はね、こんなことがあったんだ。え？急にオリマー編が始まった。話って実際に自分が体験していく感じだったのね。まあ結果はわかっているんだけどな。オリマーで冒険するのなんか久しぶり。残り日数もしっかりあってなんだか緊張するわ。時系列はレスキュー隊が来る前だな。オリマーの宇宙船に遊星が直撃してこの惑星に不時着しちゃったんだったね。ピクミン1とほぼ同じ状況だわ。私はキャプテンオリマー、宇宙船ドルフィン号の船長だ。私は今、未知の星に遭難してあちこちに散らばった宇宙船パーツを探している。まんまピクミン1だな。宇宙船の生命維持装置はあと15日しか持たないだろう。それまでに、ドルフィン号を修復してこの星から脱出しなければならない。ピクミンにも宇宙船パーツ探しを手伝ってもらわないとな。不時着した先に毎度ピクミンがいる奇跡。ピクミンってどこにでも生えてんじゃないの？ピクミンに運んでもらわないと意味なくない。確かにそれもそうね。まだ赤ピクミンしかいないけど、今後増えていくのかな？残りの日数にもよるけど、何種類かは手に入るだろ。瀕死になったけどだいぶ増えたよ。体張りすぎだろ。これだけいれば戦闘も安心かも。早速ここに隠れてるのがいるぞ。いけいけー、赤ピクミン軍団頑張れー。オッチンがいないとなんか寂しいな。牛丼に紅生姜が乗ってないみたい。本来は犬がいないもんだから、宇宙犬の便利さを味わうともう戻れないわね。モスはどこ？モス？制限時間があるからのんびり探索していられないぜ。そうだった、パーツを探さなくちゃいけないんだよね。私も積極的に戦っていくぞ。ピクミンだけには頼るのも申し訳ないしな。おいおい、瀕死なんだからあんま無理すんなよ。あ、無茶ダメ絶対。オリマーの体力に気をつけていきましょう。張り切りすぎも良くないってことね。ついつい日数ばかり気になっちまうからな。日数無限でやらせてください。オリマーが葉っぱ人にならない未来だわ。今日の探索はこんなもんだろう。お疲れさん。ということで初日はこれで終了です。もしかしてパーツって30個もあるの？絶望的だ。パーツを回収できなくても焦りは禁物だ。じっくり探索を行えたと思えばいい。レーダーマップを見ながら宇宙船パーツがないか探してみるとしよう。当人がポジティブなんだ。私たちも諦めずにやっていこう。そうだね、パーツ探しやってやるぞ。次の日、早速お目当てのパーツが見つかったわ。あった、ドルフィン号のパーツだ。ただのネジなのにこの輝き、なんか嬉しいわ。ピクミンたちよ、早速運び出してくれ。よし、ひとまず一個は回収できるな。この調子でまた見つかるといいね。通りすがりにストレス発散でコチャッピーを倒していく。この人だいぶストレス溜まってるわ。治安も良くなったし発散できたし一石二鳥じゃない？私も何かいいストレス発散方法を知りたい。片っ端から大パンしていくとか？やめてください。ウプ主は引きこもってばかりなんだし運動したらどうだ？
体を動かせばスカッとするかもね。よし、明日からジョギングしてみよう。それ3日坊主になるやつだろ。軽い運動にしておけ。わかった、少し歩いてみるよ。ねえ、こいつの後ろにパーツない。あ、さっきのが回収された。あ、ほんとだ、歯車みたいなパーツがあるな。連続でパーツが見つかってラッキー。2つ目も無事に回収。ピクミン1でせっかく直した宇宙船をまた直してるのなんかもやっとするわね。ピクミン1は何だったんだ。やった、これでドルフィン号の移動範囲が広がるぞ。ぶっ壊れた当人は何とも思ってないみたい。むしろ新しいエリアに行けるって喜んでるぞ。すごいよ、リマー、なんか怖い。キックミンのオニオンを発見、回収しました。これで電気の柵を壊せるし高いところも任せられるな。探索範囲も広がったし、キックミンも増やせるようになったし、いいこと尽くしでもう満足。まだパーツ2個しか回収してないぞ。ということで遭難2日目はこんな結果でした。1日目で回収できなかった分を取り返せたんじゃないか？1日一歩ずつコツコツやっていきましょう。新しい場所でパーツ探しを始めました。順調に進めているとは思うんだが、残り日数があまりにも少なくて不安でしかないな。これ集めきれないようになっているのかな？まあ集めきったら救助される必要なく脱出できるしね。負けが確定しているゲームほど悲しいものはないな。それでもできることはしないといけないところがこのモードなのよ。何事も全力でやった方が悔いは残らないだろう。なんかそれ体育祭で説教する先生のセリフみたいね。典型的だな。このセリフは最高学年ほど響きますが、一部響かない影の者もいます。経験者は語るわね。とにかくオリマーにはどこまでできるか頑張ってもらうしかないぜ。こんな黄色いピクミン初めて見た。やっぱりピクミン1はなかった歴史なんだわ。皆さんどうもこんにちは。隣の客はよく書き空客だ。うぷ主のみーです。なんで早口言葉なんだよ。へへん、どうだい。魔術師手術中、手術中集中術と術。どうだ。半端ねえっす。うふふ、まだまだね。お前これ以上のもん言えんのか。ええ、もちろんよ。生麦生米生卵を。ふふふふ、すごすぎて二人とも言葉も出てこないようね。それじゃあ今回も楽しくギャングビーストの実況をしていきます。本編スタートなんだぜ。さあ前回に引き続き、今回もうぷ主 VS ジジイの戦いです。あのジジイなかなか強いしずる賢いから侮れないんだよねー。チャンス。ごった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 。なんちゅう笑い方してんだ。ジジイ寝ているふりしてやがったな。いや、マジで寝てたよ。寝起きに左ストレート決めるやつがどこにいるんだ。あのハゲなかなかやるわね。ハゲー。ダッツ。ダーツ。さっきのお返しだ。おろろろつかないわい。あ、下のファンが回転しだしたぜ。おお、ハゲと恐竜が空中で戦っております。これはまるでドラゴンボール。なんだっけ、ボールだよボール。オラオラくらえー。聞かないよ。あれ？聞いたわい。あれ、ジジイどこ行った？ここじゃ、ここ。ジジイ絶対絶命の状況です。チャンス、グッヘッヘッヘ、グッヘッヘッヘ。グッヘッヘッヘ。ノー。ガッハッハッハ、わしのギリギリ落ちるかも作戦大成功ぜ。このジジイやはり少しできるハゲでした。くぅ、ジジイめ、こうしてやる、こうだこう。こいつら楽しそうだな。お前の弱点はここだ。ああ、ナイスイートヒャー。ジジイの毛をつかんだー。ジジイ狩りのヘッドバット。ヒャー。か、噛みつかまれるとあんな攻撃してくんのか。いいやー。続いては場所が変わりまして観覧車にやってきました。観覧車でどうやって戦えって言うんだ。もちろん下に降りて待ち構えて倒してやる。おいおい、なんだこの動く乗り物は、セグウェイか。セグウェイってこんな乗り物だよ。乗ってるやつの顔やばすぎ。なんでセグウェイ知ってるのに観覧車知らねえんだ。ジジイ遅いな。魚の餌になったぜ。いやー、さっきは危うく魚の餌になるところじゃった。なったんだよ。どれ若いのわしと勝負じゃ。望むところだこのカレー食べすぎ親父。なぜわかった。黄色いからだろ。おっとジジイ、髪の毛をトサカのようにして威嚇している。コケー、コケコケー。トサカってよりワカメにしか見えねえ。こっちだよん。これ、魚、それはわしの髪の毛じゃ、ワカメじゃない、わしの髪じゃー。ふぅ、何本か食われたわい。ジジイ何人の足掴んで巻き添えにしたんだー。続いての対戦場所は建設現場です。ジジイジャンプ。ジジイジジイ半端ねえ。ああ、また上に登って床を落とそうとしているわ。二度は同じ手には引っかからないぞ。はっはっはっは、どうだ。てら、
落とし穴かな。よし、もうジャンプ作戦はやめてやろう。え、なんだって。いや、さっきはその。ふふふふふ。絶好のチャンスだー。じゃ、じゃ、じゃ、じゃ。さあお次は危険な工場ステージです。もうすでにジジイが機械に巻き込まれてんじゃねえか。どうだ、私の力は。お前の力じゃねえだろ。さっきはよくも巻き込んでくれたな。おっと危ない、危うく巻き込まれるところじゃったわ。もう巻き込まれてるよ。どうだ、私の力は。どんな体勢で言ってんだ。何やってんだ。ジジイ作戦その1745、お色気メロメロ作戦。え、キモキモゲロゲロ作戦。お色気メロメロ。キツネ作戦その1、見ない。見てあ、ジジイがまた機械に入りました。これ相手を落とすゲームじゃねえのか。ジジイの場合は自分から入ります。おいジジイ、機械を見て喜ぶのはわかる。だけどちゃんとバトルをしてくれ。ウィーキック。なんで嫌がる。わしはピンクじゃー。見ればわかるよ。今度はお前を機械に落としてやる。なにー、このバトルストレートで私がいただく。ヌアースドバウクア。あ、なんかごめん。ひぃー。もだえております。想像できねえがとんでもねえ衝撃だろうな。さあお次のステージは超危険、焼却炉です。なんでこんなところでバトルしようと思ったんだろうな。これぞ地獄の戦いじゃ。どっちかが落ちるまで勝負だよ。ほれほれ。相手を油断させる作戦だって知ってるぞ。そうね、このジジイはこういう作戦をよく使ってくるわ。ほっほっほっほ、ホットケーキ。なに？あの火の中に入れて髪の毛燃やしてやる。そうはさせんぞい。じゃあ、ジジイが引きずり込もうとしています。道連れじゃあ。がっちり腕を掴まれちまってて離れられねえ。ジジイこらー。ケモンケモン。果たしてウプ主はジジイの手から逃れられるのか。うわー、火事場のバカ力だー。振りほどいたー。よっしゃー、勝ったぞ。ウプ主の粘り勝ちだな。炎の戦闘台にダンジャー。こいつらまだやってんのかよ。あっちゃー。電磁で温めたやつ触るくらいあっちゃー。そんな騒ぐほどでもねえ。どうだー、同じ作戦をやられた気分はなんてお熱いのかしら。そうでござんしょ。場所が変わりまして今度はこれまた危険な煙突ステージです。こいつら今度は煙突の上で戦ってんのかよ。ウプ主がなんかコロ先生に見えるわね。ぬるへへへへへ。フフフフだよ。ぬるららら。おいおい、一体どうなってんだ。ジジイが煙突の縁に捕まってるんだよ。ちょ、コロ先生勘弁して。あ、自分で飛んでいった。コロ先生呼んでんじゃねえか。コロ先生戻ってきたー。さっきはよくもやってくれおったな。めちゃくちゃ怒ってんじゃねえか。まあまあ、そうカッカしないで、穏やかに行きましょう、穏やかに。すげえジジイのことぶん回しながらそう言ってるわ。そうじゃな、穏やかにしよう。争いは良くないですからね。とか言いながらめちゃくちゃ争ってんじゃねえか。よいしょ。あ、コロ先生落ちた。さあ始まりました。前代未聞の煙突周回レース。煙突周回レース。おっと、ジジイ戦士かなり早い。御年2000歳とは思えぬ速さだ。妖怪じゃねえか。一方黄色いピンポン玉のウプ主選手、なかなか遅い。頑張れよ。待ちやがれこらー。ほっほっほっほ。おっと、ジジイ選手ウプ主選手に近寄った。そして殴り出したー。足は遅いけどパンチ力なら負けないぞ。必殺、めちゃくちゃパンチ。2000歳に容赦ねえ。この勝負もらったー。参りましたー。なわけね。ジジイ選手しつこい。なんだあれ。ゴムゴムのジジイぜ。ゴムゴムのジジイすげー。本日最後のバトルはなんと超スピードで走るトラックの上です。なんでジジイが二人もいるんだ。最後はジジイ同士の戦いということでウプ主は緑色のジジイになってもらいました。じゃあ髪がちぎれるー。ちぎってわしの髪の毛にさせてもらうぞ。そんなことさせないぞ。さあハゲ同士の戦い、どっちのハゲが勝つのか。オラ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 。看板の勝ち。二人とも綺麗に吹き飛ばされたわね。さっきは看板にやられたけど、今度は私が引きずり下ろしてやる。ほっほっほ、できるもんならやってみるんじゃ。グリーンピース食べすぎたジジイとブドウ食べすぎたジジイが戦っているわ。どっちのジジイも弱そうだぜ。あ、ブドウジジイが消えたわ。すげえ嫌な絵なんだぜ。ブドウ。かっかっかっか、ブドウの毛を引きちぎってやる。どう、噛みつかむ技は反則じゃ。最後もこう終わります。いやー、見事なぶっ飛びだ。はい、ということで以上ジジイ格闘ゲームでした。そんなゲームねえよ。いやー、今回もどっちが勝ってたのかわからないくらい、白熱したバトルだったわね。ああ、できればもっとパンチでぶっ飛ばしてほしいぜ。それでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。